こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。日本の潜水艦を視察できるのは、日本の大臣クラスか米軍事関係者以外には、視察できない。最高クラスの機密になるからで、その潜水艦に異例の、視察をしたのを思い出した。スターリングエンジン最後の、そう、竜型潜水艦、青竜2が、スターリングエンジン最終型となった青竜だが、忍者のように潜む。静粛性には優れている。日本領海内を防衛するには適している。では、今回の視察とともに、スターリングエンジンとリチウムイオン電池との比較を詳しく見ていきますね。聞かない言葉になりましたね。今年2020年3月、海上自衛隊では、そう、竜型潜水艦11番艦。欧竜が就役し、また、10月には、次級となった、太平洋浸水、蓄電池に、リチウムイオン電池を採用したことが、大きく取り上げられた。欧竜以降の海上自衛隊の潜水艦では、すっかり定着した艦もある。このリチウムイオン蓄電池とモーター、そしてディーゼルエンジンの組み合わせだが、それ以前を振り返ってみたい。とはいえ、総竜型10番艦の昇竜が就役を果たしたのは2019年の3月であり、1番艦で、ネームシップの総竜も、2009年3月の就役と、まだ11年しか経過していない。そう。竜型のさらに前級にあたる、親潮型では、鉛製蓄電池と、ディーゼルエンジンが推進方式に採用されていたが、総竜型は、これに加えて、スターリングエンジンを搭載を選択した。これは、当時あった燃料電池とスターリングエンジンを比較した場合、海上自衛隊としては、後者の実用性が高いと判断したためであり、スウェーデンコックムス社のものをライセンス生産して採用する。コックムス社のスターリングエンジンは、スウェーデン海軍のゴトランド級潜水艦に採用され、量産型として、1999年から3隻が就役を果たしており、先行してきた域、依存推進を実用化していた。海上自衛隊でも、これに着目し非対機、依存推進艦の建造を行ったが、本家のゴトランド級潜水艦が、水中排水量でも、約1500トンに過ぎないことに。比べ、はるかかに、巨大な銅4200トンの、総竜型となった。こうした通常動力型潜水艦としては、世界最大クラスの艦であることも。手伝ってか、2018年に、就役した総竜型9番艦、青竜の、訓練には、アメリカ海軍の潜水艦隊司令官も同乗するなど、話題を集めた。現在も、通常動力型潜水艦の、代表的な存在であるドイツの214型潜水艦はディーゼルエンジンに燃料電池とモーターを用いた。非対機依存推進方式を採用しており、世界的にはこれが標準とも言えよう。214型潜水艦は本国ドイツ以外でもギリシャ、韓国、ポルトガル、トルコなどへ輸出及びライセンス生産が行われているが、いずれも水中排水量は2000トン前後であり、そう、竜型の大きさが際立つ。ちなみに、
韓国は、この214型潜水艦を、孫元一級として導入しており、同艦やさらに、その前の209型などをベースに、一応国産を謳う。トサンチャンアンホを建造し、さら近年は原子力推進型の、保有を打ち出している。さて、1番艦の漕流から10番艦の漂流までの10隻は、鉛製蓄電池とディーゼル及びスターリングエンジンの方式で水中の最大出力8000馬力と水中最大速力20ノットを誇った。11番艦の横流や12番艦の倒流では、スターリングエンジンを廃止したことで、これが最大出力5600馬力。水中最大速力18ノットと数値上のスペックでは低下している。これは、瞬間的な推進力の低下は否めないが、鉛製の蓄電池よりも、継続的な推進力の向上が図られた結果、連続航行時間や距離が大幅に、延伸されたといい、実運用上は、トータルな性能アップを実現したという。しかし、こうした、横流以降の潜水艦が登場するまでは、そう、流型の鉛製蓄電池と、ディーゼル、及び、スターリングエンジンの方式は、通常動力型潜水艦の頂点に立つものだったと見てよいだろう。そして、もう一点、海上自衛隊の潜水艦の最大の特徴とも言えるのが、静粛性の高さであり、連続潜航時間や速度では原子力推進型の、潜水艦に及ばないものの、世界でもトップクラスの実力と見られる。原子力推進の潜水艦は、その原理上、完全に機関を停止して騒音をなくすことは、できないが、海上自衛隊の潜水艦は、機関の停止に加えて、様々な吸音の、工夫や乗組員の練り度を高めており、その点でも、群を抜いた存在だ。これは、韓国の孫元一級などでも意図せぬ騒音の発生が問題化し、稼働開始以後も、その改修に時間を要したことなどとは真逆に、特筆すべき、完成度の高さであることが伺える点だと言えるだろう。ただし、軍事兵器として見た場合、それを構成する要素は極力、シンプルであることが、メンテナンスや建造の点からも有利であることは、明白なので、電池とディーゼル、及びスターリングエンジンの、復権はないと思われる。今後は、これに加えて、さらなる船体のステルス性能の向上や、航空機ではすでに、実用化が進む分野が、水中にも拡大し、小型の無人潜水艇を完成する方向に進んでいくのではないだろうか。そうした無人機の分野では、日本は決して進んでいるとは言えない状況だと思われるのだが、海上自衛隊の主戦力たる潜水艦だけに、そうした方面の明るいニュースにも期待したい。
こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。日本のステルス戦闘機技術もようやく開発段階までステージが変わってきた。エンジンやステルス性、またはレーダーなど新技術がようやく出揃ってきたと言える。新進でもいろんな機器のテストを兼ねて作られている。XF9 ジェットエンジン、XF5 エンジンを搭載テストを繰り返した。ドッグファイトのテストはされていないにしても次につながる。テストだっただろう。今現在、日本主導での F3 戦闘機量産に向け、同盟国との協議も始まり、量産計画へ向けて協業先を選定している。ではなぜ日本だけではないのか。疑問が出てきた。今日は協業先を詳しく見ていきたい。2020年7月、防衛省が新型ステルス戦闘機 NGF 計画の開発スケジュール案を開示したことが明らかとなり、自国主導を唱える中で、協業先としての海外の航空関連企業の選定に注目が集まっている。そもそも NGF 計画とは、現在、航空自衛隊が運用中の F2 戦闘機を代替する新型戦闘機を開発するためのプロジェクトであり、現行の F2 戦闘機は2035年頃からの退役が想定されている状況にある。その F2 戦闘機も開発計画が始められた際には完全な自国産の戦闘機となるのかが注目されたが、当時のいわゆる第4世代戦闘機の時代にあっても、機関部を中心とした点などから、純国産には至らなかった。F2 戦闘機の外観を見てみれば明らかなように、その機体はアメリカの。当時はジェネラルダイナミクス社、現在はロッキード・マーチン社製で、同社の F16 戦闘機をベースに開発されたものだ。こうした背景を政治的な圧力と断定する意見もあるようだが、機関部などを当時の日本が国産化できなかった技術的な課題とアメリカの航空企業への忖度との複合的な対応だったと見るべきだろう。この F2 戦闘機開発においても、日本側では自国主導の方向性を志向していたものの、各種電子機器類の情報を開示せず、ブラックボックス状態を堅持するアメリカ側に目算を外された苦い経験を持つ。このことが今回の NGF 計画でも、日本主導を唱える上で非常に憂慮されている点だと言えるが、当時とは比較にならぬほど機体単体の性能ではなく、兵器システムの一部と戦闘機は化しているのが実情だ。それだけに、日本が自国主導の方針を掲げること自体が、すでに到底実現は可能であり、いわば絵に描いた餅の状態であるとの揶揄、批判を受けることにも直結していると思われる。 NGF 計画の開発スケジュール案によれば、令和6年度に試作機の製造を開始し、その後令和13年度には
量産機の生産を開始。F2 戦闘機の退役が始まる令和17年度での実戦配備を進めるとされた。この概算のスケジュールにのっとり、日本側では三菱重工業、アメリカ側ではロッキード・マーチン社、ボーイング社、ノースロップ・グラマン社が協業先企業候補とされ、2020年中に最終決定する予定となっている。候補に名前の挙がっているアメリカ側の航空関連企業では、ロッキード・マーチン社が F-22 ラプター戦闘型や F-35 ライトニングに戦闘機を手掛けている企業で、ステルス技術に長じると見られている。次のボーイング社は第4世代戦闘機の代表ともいえる F-15 イーグル戦闘型や FA-18 戦闘機を開発したことでよく知られる企業で、機体に用いる複合素材の分野に秀でていると指摘する声が多い。最後のノースロップ・グラマン社は、アメリカ軍の戦略爆撃機 B2 や B21 を有する企業だが、現在のアビオニクスに必須の各種センサーやレーダー類に優位性を持つとの評価がされているようだ。こうしたアメリカの航空関連企業を見れば、それぞれに長所、イニシアティブを持つ分野があると思えるが、やはり個人的には、第5世代戦闘機の実績を持つロッキード・マーチン社が有力に感じる。ただ繰り返しになるが、現行の F-35 ライトニング2戦闘機でも、ロッキード・マーチン社にはパートナー国として製造前から資金を供出したイタリアからも技術移転がないと不満の声が上がっているようだ。さらに防衛省は、こうしたアメリカの航空関連企業以外ではイギリスの企業との機関部の開発での協業体制を視野に入れている模様で、世界的なエンジンサプライヤーロールス・ロイス社の名が見える。改めて、日本が NGF 計画で実現したい用途が何なのかを考えてみると、F2 戦闘機を代替するには、航続距離の長さが絶対であり、主力戦闘機のF-35 ライトニング2が、この点短いだけに必須となろう。並行して、敵のレーダー網に探知されない高度なステルス性能と、敵の射程距離外からの攻撃を可能とする長射程の空対空や空対艦、空対地の各種ミサイル兵装が譲れない点だと思われる。こうしたステルス性、長航続距離、長距離ミサイルに加え、今後の戦闘システムの基幹となると考えられる遊軍機、艦艇などとの相互でのリアルタイムネットワーク共有がポイントになるのだろう。余談だが、イージス・アショアの配備中止で課題となった敵ミサイルの迎撃手法に関しても、長射程の空対地ミサイルの実用化が一定の有効な対策となるのではないかとも思える。ただし、空対地ミサイルについては、敵地攻撃に該当するとして専守防衛の自衛隊の概念に馴染まない兵器との異論も出ており、まずは政治的に
こうした課題をクリアにする必要があるだろう。こんにちは。ナビゲーターの東條麻香です。2020年6月18日、日本の接続水域内、鹿児島県奄美大島の北東で、潜航する外国の潜水艦を発見したというニュースがありました。発見したのは、海上自衛隊の P1 哨戒機や P-3C 哨戒機、護衛艦、加賀、などです。外国の潜水艦が接続水域内を潜ったまま通過するのを確認したのは実に、2年半ぶりのことだったそうです。どの国のものなのか、目的などについて防衛省は、日本側の探知能力に関わるものであるから公表できないとして、何も発言していませんが、政府関係者によると、おそらく中国海軍の潜水艦とではないかという見解があるそうです。ここで、よくニュースに登場する接続水域、について説明しましょう。接続水域とは、その国の領海、領土から 22km の外側で、かつ領土から 44km の範囲を指しています。その地域から先が排他的経済水域、EEZ、エクスクルーシブ・エコノミック・ゾーンと呼ばれる水域です。潜水艦が領海を航行する場合には、海面まで浮上し、国旗を立てなければなりません。つまり、領海では潜航は禁止されているのです。領海内では漁業も行われていますから、安全を考えれば存在を明らかにするのは当然ですよね。しかし、接続水域内では潜航することが認められているそうです。今回は日本の領海ではなく、接続水域ですから潜航するのは禁止はされていません。とはいえ、領海の鼻っ端をこっそり往来されるというのは、なんとなく不愉快な思いはしますよね。この事態に、海事の元潜水艦艦長である元潜水艦艦長がインタビューに答えてくれました。元潜水艦艦長は、海上自衛隊の元海将で、潜水艦、林尾の艦長などを務めた経験豊富な方です。現在は、金沢工業大学虎ノ門大学院で教授の職にあります。彼は、
この潜水艦は中国籍に違いないでしょう。人間一人一人にそれぞれ指紋があるように、潜水艦にもスクリュー回転音などの音紋というものがあります。同じ音紋はありませんから、潜水艦の指紋とも言われます。詳細は話せませんが、海上自衛隊はそういう情報をすべて持っています。つまり音紋を調べると潜水艦の名前も国籍も判明するのです。今回の相手中国は、自分たちが日本の海事に捕捉されているということは重々わかっていたはずです。それなのにあえて接続水域を先行するというのは明らかに意図がありますね。海事の探知能力を試そうと考えていたのでしょう。中国は習近平主席による独裁体制が確立して以来、愛国心を高揚させるため、軍の主導によって対外的な強硬策が取られるようになっています。たびたび緊張が走る尖閣諸島での行動も、その一つですが、実はこれも去年から動きは始まっていました。こんな風に平時においても様々な動きをして相手と抑止力をぶつけ合ったり睨み合いをしているというのが現実ですと話してくれました。ちなみに中国は2019年時点で60隻以上もの潜水艦を保有していると言われています。さすがは軍事大国中国と言うべきでしょうか。この数は日本の保有数を大きく上回っています。前述の元潜水艦艦長は、数だけの比較で見れば、確かに海上自衛隊は中国に追い越されています。しかし、問題は潜っている潜水艦を発見する能力の違いです。現在はアメリカ海軍が世界トップですが、1990年代、平成初期までは海上自衛隊が世界で一人勝ちのような状態でした。海自は横須賀基地のアメリカ海軍第7艦隊と一緒に訓練をしていましたから、アメリカに引っ張られるようにして能力がアップしていったのです。それにプラスして P3C 哨戒機を100機揃えたことで、一気にレベルが向上しました。一例ですが、私は1998年、平成10年にハワイ沖で行われたリム PAC 環太平洋合同演習に日本代表として参加しましたが、潜水艦林をたった一隻でアメリカを含めた艦隊を全滅させることができました。現在、対潜水艦戦技術に関しては、イギリス、フランス、ロシア、中国も、いまいちです。イージス艦の能力とミサイル防衛の能力については、日本とアメリカだけが断トツに優れています。だからこそ、アメリカは、海事に対して、世界で自分たちと一緒にやっていけるのはお前たち日本だけという態度です。
アメリカが日本と強く結びついている状態を中国海軍、政府が強く意識しているということでしょうね、とも語ってくれました。これも防衛省関係のニュースでよく登場する単語ですが、リムPAC。リムパック、環太平洋合同演習というのは、アメリカ海軍の主催により、ハワイ周辺海域で行われる各国海軍の軍事演習のことです。日本の海上自衛隊は、1980年、昭和55年から参加しました。元潜水艦艦長が参加した1998年のリム PAC には、日本、アメリカの他に、オーストラリアと韓国も参加しています。では、ここ最近の外国艦艇の行動に関しての発言を紹介します。中国潜水艦の潜航を受けた河野太郎防衛大臣は、自衛隊に緊張感を持って、情報収集にあたり、領海領空の警戒や監視に万全を期すように、と、指示しました。このような外国との緊張をはらむ関係については、広報戦略の一環として、わざと国内外に知らせることもあるそうです。この活動の課題について、再び、元潜水艦艦長の意見を伺いましょう。元潜水艦艦長は、私は、2001年の同時多発テロ 9.11 前後に、ワシントンで駐在武官をしていました。当時アメリカでは、エムベド、記者などが従軍すると、言葉があり、戦場に記者を同行し、軍の動きをありのままに見せるということがありました。私は、こういう時代が来たと感動しました。その後、自衛隊の広報室長の職も務めました。しかし、日本のお役所というのは、なかなか固い部分が多くて、記者などの、外部の人間に情報を提供したり、実態を見せるというのを、回避したがるようでしたね、と語ってくれました。つまり、一般国民に、国防に関わることを教えるのは難しいというよりも、教えたくないという雰囲気が強いのではないでしょうか。とは言っても、海で働く人たちは、海上自衛隊や海上保安庁の職員だけではありません。漁業関係者のみならず、観光客を、相手の商売をしている人も、たくさんいます。そのような人たちを含めて、多くの人々に日本が抱える対外的な課題を知ってもらうことは必要ではないでしょうか。そのためにも、防衛省や国の機関は情報を広く公開してもらいたいと思うところです。